はい、皆さんこんにちは。山田欽治と申します。今神戸で生まれて、神戸育ちで、大学も日本で通ったんですけども、今はカナダのトロントというところに住んでます。自分は男性自認のシスジェンダーで、性的に好きになる対象は、男の人なので、ゲイです。カナダにもともと来ることになったきっかけは、日本で出会ったパートナーがカナダの、出身の男性の方で、で日本でずっと一緒に暮らしてたんですけども、日本でそのまま一緒に暮らすか、カナダに来るかということを考えて、でカナダの、移民制度が非常に整っていたので、そのパートナーの彼が日本に永住するよりも自分がカナダに永住した方が簡単だということで、手続きを進めて、でカナダに来ることになりました。公民館で移民に英語を教える活動をしてた時に、トロントの、私立特養でボランティアを募集してるということで、応募をして、2015年からですかね。ですのでもう4年ぐらい、そこで、ボランティアをさせてもらってます。でボランティアの内容は、会計係というんですかね、ボランティアのグループの、みんなが、物を売ったり、募金を集めたりして、集まったお金を帳簿にあげるという、会計係ですね、をさせてもらっていて、直接その居住者の方々のケアに当たる機会はあまりないんですけども、定期的にそこに行くので、仲良くなるレジデントの方もいたりして、そういうところからちょっとずつ見聞きしていることについて、今日はお話できたらなと思ってます。で、パートナーがたまたまカナダ人だったということで、自分が住む国として選んで、で今はもうカナダ人として住んでいるんですけれども、一体その、カナダっていう国がどんな国かなのかということを、ちょっとお話しした上で、自分の特養の、ボランティアのこともお話しできたらなと思います。で、カナダというと、アメリカ大陸の北にある大きな国ということぐらいは、ご存知いただいている方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、カナダは実は国としての歴史はすごく浅くてですね、ここに昔からその、住んでいた人たちが、先住民と今呼んでいる人たちが住んでいた、大陸で、でその人たちはこの大陸のことを亀の島、タートルアイランドという名前で呼んで、ここを、自分たちの土地として暮らしてきたところなんですね。でそこに大体15世紀ぐらいに、ヨーロッパの白人たちが世界のいろんなところに出かけていって、その相手の土地のものを奪ったり、相手の土地の人を殺したりして、植民地化していった時代がありますね。で、その時代にそのヨーロッパの白人たちが、カナダ、その今カナダと呼んでいるところにもやってきてですね、でここは自分たちの土地だからということで、ここにもともと住んでいた先住民の人たちを騙したり、殺したり、物を奪ったり、土地を奪ったりして、もうここがあたかもヨーロッパから来た白人が元からいた国だったかのように、国を作ってしまった。その植民地状態を、保持したまま、国を維持しているという意味で、今も実はイギリスの植民地という位置づけで、国家が成り立っているんですね。でその、あまり観光局がお話ししない侵略の歴史というのがですね、実はいろんなところに影響をしていて、例えば皆さんがカナダ人というのを想像してみた時に、おそらく白人で、ヨーロッパの白人で、おそらく英語をしゃべる、ひょっとしたら金髪の、人たちを想像すると思うんですね。でトロントという街に、じゃあ皆さんが旅行に来ました。で、街に降り立って、
周りを 見渡してみると本当に世界中のあらゆるところから人たちがやってきて移民としてで、カナダ人として、まあ、暮らしてるんですね。でその人たちは話す言葉も様々だし、もう食べるもの着るもの考え方もうその自分たちが持ってきたそのままのそのこう世界中の、まあ、文化をここに持ってきて暮らしているので、その私たちがカナダと思って持っているそのこうヨーロッパの白人で英語を話す人々っていうそのイメージとその現実のギャップがすごい大きいんですね。でこの実はイメージと現実のギャップっていうのがいろんなその社会の制度の中のこう歪みであったりもしくはその歪みをこう直していこうという努力につながってるっていう意味でカナダを考えるにはちょっと欠かせない知識の一つだと思います。やっぱりその発展の経緯の中でいろんなこう過ちを犯してるんですね。で、まあ、その差別だとか暴力だとかっていうことを、まあ、国がまあ、考えついてですね白人ではない人たちをまあ利用してカナダの国をいかにそのヨーロッパの白人の都合のいい国にするかということでいろいろまあ犯してきたそのまあ国家犯罪がまああるわけなんですね。で、まあ、例えばその第二次大戦中の話であれば、日本とかこうドイツイタリアが一つのグループになってでアメリカやイギリスがもう一つのグループになってこう戦ったという世界大戦がありましたけれどもカナダはそのアメリカやイギリスの植民地だったので当然そのアメリカやイギリス側につくわけですね。でそうするとそのカナダにとって日本とかドイツとかイタリアというのはまあ敵国ということになるわけです。でその時点でもうすでにドイツやイタリアや日本からたくさんの移民がカナダに来てカナダ人として暮らしていたので、まあ、その現状をですねどうするかと。でもう当然みんなはカナダ人なのでそのままカナダ人として戦争にも参加してという話もあったんですけども、その時にその風潮としてアジア人を蔑視する風潮が、まあ、カナダではすごく強くあって日本人日系のカナダ人がそのターゲットにされてしまったんですね。でそのドイツ人やイタリア人もいる中で、日本人だけが日本人日系人だけが、自分たちが持ってた財産とかお商売してる人もお店も全部奪われ国に奪われてで誰も住んでいないようなこう砂漠のようなところにこう強制収容されたという歴史もあります。で数でいうと2万2000人ぐらいの人がその強制収容の被害に遭ってるんですね。でこれはもう歴史カナダの歴史の中では非常に大きな汚点の一つに、なっています。で、まあ、同じようなことで、ある意味さらにえぐいことはですねそのカナダにもともと住んでいた先住民と呼ばれる人たちがやっぱりその人たちがいることが、まあ、都合が悪いと。もうヨーロッパの白人の国にしたいのに先住民の人がいることで例えば自然資源であるとかを活用するということは自由にできないと。で、そうなんであればその先住民の人たちをもう撲滅してしまおうという発想でその先住民の文化を、まあ、奪ってで、まあ、子どもたちを親から引き離してでそういう文化を継承させないようにするという、政策を国が、まあ、何十年にもわたって取ってきた歴史があるんですね。まあ、その結果その先住民の人たちはそのアイデンティティを失ってしまって自分の言葉もしゃべれなくなってやっぱり精神的に病む人も増えてしまってもう本当に修復がすごく難しいような大きな傷を個人レベルでも残しているしその先住民というグループの人たちのことを考えてももうこれからどうやってその罪を
償っていけばいいんだろうっていうぐらいのすごくこう深刻なあの、まあ、犯罪を、まあ、カナダ国としてあの犯してきたという歴史があるんですね。であのここでどうしてそんな話をしてるかというと、実はあの LGBT のことを考えるときにこういうその、まあ、暗い過去を持った負のマイナスの過去を持ったカナダという国がどうして LGBT の権利をこんなに擁護する国になったかという、ことを考える上でこういうその、歴史の負の部分ですねをカナダがどういうふうに挽回してきたかというのがもう直結しているあの問題なので、まあ、それでわざわざお話ししているわけなんですけども、でカナダはそういうその昔の、まあ、国家犯罪を深く反省してですね、でそういうことがもう二度と起こらないようにあの憲法の中にあの人権条項というのを大きく作ったんですね。でその日本の憲法にも人権に関わる項目が入っているんですけども、カナダの場合はもうあの全部その人権に関わる項を全て分けて人権憲章というものをあの 憲法の中に掲げた。でそれだけではその具体的な取り締まり、まあ、人権を蹂躙する事件があった時の、 その、まあ、取り締まりがですねあのできない、憲法レベルではできないということで、もっと具体的な差別を禁止する法律を作ろうということで、カナダ人権法という法律も別にわざわざ作ったんですね。なのでこう法律体系としては、カナダの憲法があって、でその下に日本と同じようにこう民法だとか刑法だとかっていうこそ法律があるんですけど、その法律に並んで人権法っていう法律がバーンとこうあのできていると。でその人権法がそのカナダ の、 あの、まあ、国としての責任をまあ負う形であの作られたことが、実はあの LGBT の人権、人権というとちょっと言葉があの抽象的ですけど、ね、LGBT の人たちがいかに幸せに暮らしていけるかということに直結しているという状態が、まあ、カナダにはあります。じゃ あの LGBT の人たちを取り巻く状況というのは どんな感じだったのかというのをちょっと振り返ってみようと思うんですけども、さっきも言いましたようにカナダというのはイギリスの植民地ですので、そのイギリスであの18世紀とか19世紀とかいう時代に培われてきたそのセクシュアリティもしくはジェンダーに関わるその、人が人として生きる権利ですねの意識というのをあのイギリスから引き継いでるんですね。その18世紀とか19世紀の、 あの状況というのは、例えば女性は選挙にも参加できないし、あの投票もできないし、参政権も持って投票権も持ってないし、財産も持つことできないし、大学にも行けないし、でその 人間としてあの真っ当に生きることを許されていないようなあの状況が女性にもあったと。でそういうふうにまあ女性をまあ虐げた形で男性が中心に社会を作っていくあのこうためにあの、まあ、そういうその社会の制度を作ってきたと。でその、男が中心の社会が、うまくいくようにという仕組みを作る中で、あのその男が優先で、女がそれを支えるというような仕組みを正当化をする理由の一つとして、LGBT の差別が使われたという歴史があります。はっきりとした女と男の性別をはっきりとこう分けるために、そういう LGBT の人たちっていうのは、つまりそのはっきりとした性別をいろいろな意味でこうまたぐ存在だと。男が男と一緒に愛し合う、女が女と一緒に愛し合う、で女が男になるという、男が女になるというような、その性別をこういろんな意味であのまたぐ LGBT の人たちというのが非常に邪魔だと。でこの人たちを、悪く見せることで、やっぱり女は女として
決められたあり方で生きていった方がいいんだとか、やっぱり男が中心になって社会を作っていった方がいいんじゃない、いいんだというようなこう考え方を強化するための、まあ、材料に使われたという歴史がイギリスにもあるんですね。イギリスにはあるんですね。でそういう流れの一環で男性同士の同性愛行為、つまり男性同士がセックスをすることっていうのが、性犯罪として見なされて極刑に、値する重要すごくこう重い犯罪だと、まあ、見なされていたと。でそういうその、男中心の社会において男と女が愛し合って家族を家庭を作るべきだと。でそれに反する同性愛行為というのは逸脱であると、社会的な規範を乱すものだということで、非常に厳しい取り締まりがイギリスでは行われていたそうなんですね。でその考え方がそのままカナダにも植民地であるカナダにも伝えられてしまって、でカナダの警察当局なんかも1960年ぐらいまでですかね、男性同性愛者に対する取り締まりというのを、激しく行っていた、過去があります。で例えば、政府の機関行政なんかで働いている職員の中でひょっとしてあの人は同性愛者じゃないかというようなこう疑いをかけられた人はですね、警察に通報されて、でその警察がつけてるそのリストに名前を載せられてしまうんですね。まあ、性犯罪予備軍のような形で、リストアップされて、で何かの拍子でその人が犯罪を犯さないまでもそのリストに載っているということだけで警察の取り締まりを受けて、でそのリストが漏洩してしまったりして、であの人は同性愛者だなんていうことがこう世間に広まってしまって、まあ、職を失う人が出たり自殺をする人が出たり、同性愛者にとっては非常に辛い時期がずっと続いていたんですね。で、1969年っていうことは今から50年前ですかね、50年前まで男性同性間での、セックスはカナダでも犯罪行為だったんですよ。それが犯罪行為ではないというその法律の改定が、ようやく1969年に、行われることになるんですけど、それ以降も警察は昔からのその自分たちが培ってきた取り締まりの、まあ、やり方を変えずに80年代ぐらいまで同性愛者に対するかなり激しい取り締まりというのが続いたという歴史があるんですね。でまあ、その警察の取り締まりだけではなくて、例えば病院とかでも同性愛が精神病であるという、まあ、間違った考えが、ずっとその公の、 精神医学界でも、まあ、支持されていた歴史があって、でそれが、撤廃されるのも1973年っていうことですから、今から45年ぐらい前ですかねまで同性愛は精神病だと間違って考えられていた。でそういうその歴史をやっぱり持っているカナダで法律が、変わって同性愛行為が犯罪ではなくなった。でその精神医学界が自分たちの考えを変えて病気ではなくなったということはあるんですけども、それだけではやっぱりその今まで激しい暴力を受けてきた人たちっていうのは幸せに生きていけないわけですよね。じゃあ何が必要なんだろうということで、先ほど言った人権法ですねにやっぱりちゃんとその性的指向による差別も載せなきゃいけないし、性的自認ですね、と性別表現ですねのことについてもそれを理由に差別をすることはいけないということで、人権法にはっきりと、同性愛だから差別
をしてはいけない、同性愛だということを理由に差別をしてはいけない、トランスジェンダーだということを理由に差別をしてはいけないということが、まあ、入るように、なったという経緯があります。で、今私はトロントという町に住んでいると言いましたけれども、あのトロントはあのカナダの中、あの人口少ないカナダの中で、あの生意気にあの一番人口が多いあの町で、カナダに来ると、まあ、移住すると言えばもうトロントをみんな間違いなく選ぶというぐらい、あの非常にあの多文化の町で、まあ、あのプライドパレードもすごく大きなあの規模で行われますし、毎年100万人、今年120万人とか言ってましたかね、そのもう本当に町中がこうあの虹色 の、 あのレインボーであの染まるようなあの規模で行われるあのプライドパレードが毎年行われる街で、あの、まあ、LGBT のコミュニティのに属するものとしてはすごくこうあの暮らしやすいあの街ではあります。でそういうところであのたまたまあの一律特養という施設でボランティアをさせて、まあ、あのもらうことになったんですけども、で名称としては、長期介護施設ロングタームケアホームというふうに呼ばれていて、入所の条件なんかも、まあ、あの見てみると、あの、まあ、18歳以上の大人で州の健康保険に加盟していて、あちなみにこの州の健康保険はあのカナダは無料なんですね。あの、まあ、ここの住民であることがあの証明できればあの、健康保険が加入できます。でそういうあの大人の人で、自分自宅での介護とか生活が、まあ、難しくなっている人、例えば認知症とかあのターミナルケアで、なんていうんですか、緩和医療末期医療あのにが必要な人で、しかもその、まあ、所得があまり高くない人、医療介護が必要というのは例えばそのこう継続的に投薬が必要だったり手当が必要な人で、で入浴とかあの 服を着たり脱いだりとかですね、あのトイレに行ったりとかっていうのはちょっと自分で難しい人で、あとはまあ徘徊なんかをするということで監視が必要な人というような、まああの条件をクリアした人が入居をしてくる場所です。日本の特別養護老人ホームとすごく近いんじゃないかなと思いますが、割と若い人もあの入ってます。老人ホームではないので、この、 あの条件にクリアした人であればあの入れます。で、費用も定額制で、これ日本と一緒だと思うんですけど、だいたい1ヶ月一番安いタイプだと15万ぐらいで入ることができます。で、全くお金のない人とかですね、所得がすごく低い人とかもはあの減免措置、あ、免除はないんですね、あの減額措置があって、あと年金とかあの生活保護があのカナダは日本に比べるとしっかりとあのあるので、まあ、そういうのをこう充当してあの、まあ、実質無料であの利用することもできます。だからこうお金がないからといって入れない施設ではない、むしろそのお金がなくてもう路上生活するしかないような状態の人があの優先的に入ってくるのが、まあ、カナダの その特養の実態ですね。ですのであのボランティアとしてあの訪問するとやっぱ高齢の人が身につきますし、あと精神疾患を持ってる人とかあの何かこうなかなか治りきらない病気をずっと抱えているような人が多いですね。で、その市内に70ぐらいあると言いました、その施設ですね、長期介護施設で、その中で、10カ所が、トロント市の直営の施設、公的施設ですね、あの民間の長期介護施設もたくさんあるんですけども、その中で10個トロント市が直接やっている施設があって、でその中の一つの、ファジャーハウスというところで、
今私はボランティアしてます。自分でファジャーハウスを選んできましたというよりも、もう病院に怪我して病院に入院してアパートも住む場所もなくなっちゃって、もう帰る場所がないということで、自立生活が難しいという判断が出て、ファジャーハウスに送られてくるという人ような人が、多いですね。なので自分で選んでくる場所というよりも、なんとかこう路上生活をしなくて済んだというような感じで、ファジャーハウスにたどり着いてこられる方多くいらっしゃいます。で、この長期介護施設というのは大抵その住宅街にあることが多いんですけど、ファジャーハウスはすごくこう繁華街の近くにある施設で、実は近くに LGBT コミュニティの人たちが昔から住んでいたエリア、チャーチストリートというところがあって、その近くだったり、あとチャイナタウンっていって中華系の人たちが集中しているエリアなんかも近くにあったりして、そういうことを反映してか、居住者の人たちの中にそういうコミュニティからやってくる人たちもいます。でファジャーハウス定員は250名、トロントの中ではちょっと多い方だと言われています。大抵100名以下ぐらいの感じの施設が多いんですけど、で3階建ての建物が、半分に分かれているので6つのエリアがあって、でその6つのエリアの中に多焼室っていう相部屋ですね、相部屋がたくさんあって、でそこに、居住者の人がいます。で個室とかもあるんですけど、ファジャーハウスのような公的な、施設の場合、個室だとその利用料金が上がってしまうんですね。で利用料金が上がると使えない、お金がないので使えない人が出てきてしまうので、ファジャーハウスなんかはもうほとんど個室がなくて、ほぼ全て多焼室、ベッドが4つぐらいある相部屋がほとんどですね。基本的には居住する場所でプラス介護がついているということなので、看護師が1人いるだけで、あとはもう基本的には日常の簡単な投薬とか包帯巻いたりとかいう程度のことができるスタッフが日常を世話していて、お医者さんはいないですね。で先言いました、近くに LGBT コミュニティの人たちが昔から住んでいたエリアが近いと言いましたけれども、そこにトロント市がやっている、一律 の、 公民館があって、でそこの公民館は519っていう番地の名前をそのまま取った公民館があるんですけども、LGBTQ の人たちのへのサービスに特化した公民館があって、で近くにあるということで、ファジャーハウス の、 職員が10年ぐらい前ですかね、LGBT の居住者のための対応を、どういうふうにしたらいいかという相談を持ちかけたんですね。で、そこの結果共同、じゃあ一緒に手引きを作りましょうということで LGBT ツールキット、多分日本語で言うとこう施設の運営のための手引きみたいなものができて、でそれをずっとファジャーハーフで使ってたんです。だから2年ぐらい前にその、ツールキット手引きが、ファジャーハウスだけじゃで使ってるのもったいないからということで、トロント市がやってる施設、他の施設でも使われるようになって、現状では、一律の施設がトロントの中に10個あるんですけど、10個全てで、その手引きが使われているという状態だそうです。印象的にはだいたい40人ぐらいの人が相部屋で、ごめんなさい、4人の相部屋がバーッと10個ぐらいあって、でそこにナースステーションみたいなのがあって、そこに大抵10人ぐらいの人がいる感じがします。
で、日常ずっと介助が必要な人ばっかり集まってるので、そのスタッフの人たちは本当に忙しくって、常に誰かのおむつ替えてるとか、常に誰かの入浴介助してるとか、もう本当にな、こう、あ、こんにちはって言うのもちょっとこう遠慮するしてしまうぐらいのすごい忙しい現場なんですよね。すごく皆さん忙しいながらも献身的な人が多くて、でこれ一つカナダの特徴で、ひょっとしたら日本もそうなってくるのかもしれないですけど、移民してきたばっかりの人がすごく多いんですね。彼らはおそらく、カナダに永住をしたり、もしくはカナダ国籍を取ったりしてここに暮らしている人で、日本のようにその外国人労働者という区分けがこの仕事には適用できないので、こういう介助の仕事は全てカナダにやってきた移民たちが担っているという現状がありますね。まあ、そういう中で LGBT の施設、LGBT のための施設の手引きみたいなのがあるぐらいの、まあ、施設なので、この LGBT フレンドリーだということは建物に行けばすぐに分かるんですね。レインボーの旗が飾ってあるし、 LGBT の人たちのためのこうお茶会みたいなのもあるし、スタッフの中でも、自分が LGBT、 トランスジェンダーの人はまだ僕知らないんですけど、いらっしゃるかもしれないですけど、自分が LGだということを、まあ公表して働いてる人もいるし、自分もそのゲイとしてまあ、ボランティアに伺うんですが、すごくこう安心できる雰囲気があって、やっぱこういうそのちょっとしたその飾り物とか、ちょっとした会話の中にそういうその LGBT フレンドリーなものがポロポロっと出てくるっていうのは、すごくLGBT のものとしては安心感を与える大切なことだなと、思います。で、そういうその、施設でいろんな方にお会いする機会があるんですけど、まあ大抵ロビーのところで暇そうに座ってらっしゃったり、ボランティアが売店を運営してるんですけど、まあ、そこにアメちゃん買いに来たりする感じの時にお話しできる機会があって、まあ、それが楽しみでボランティアさせてもらってるっていうのもあるんですけど、何人かのちょっと思い出に残るというか、こういう人がいるよっていう居住者の方たち のこう様子をちょっとお伝えしようかなと思います。でお一人僕がすごく仲良くなった人は、今90歳になられた、男性の方で、もともと、イギリスで、生まれたって言ってました。でなんかお家は結構貧しくって、イギリスでちょっとやっていけなくなったので、まあ、新天地ということで、カナダに家族ぐるみで、移住してきたと。で90歳の方で、幼少、まだ自分が小さい頃に移民してきたって言ってきたので、今からその80年とか85年前にカナダに来てる人なんですね。でもうカナダに来てからずっとトロントの町外れに住ん で小学校を出たか出ないかくらいの時から、キリスト教の教会でオルガン弾きをしながら、まあ、単身で結婚もせずにずっと一人で生きてこられたと。まあ、自立生活が困難になってファジャーハウスに入所してきた時に、そのレインボーの旗があったり、 LGBT のお茶会があったり、 LG の、スタッフがいたりということで、初めて、ね、人生で生きてて初めて自分がゲイだということをカミングアウトされました。でもう、ファジャーハウスに来られて10年ぐらい経ってると思うので、もう慣れてらっしゃるとは思うんですけども、まあ、ご自身もそのもう今では車椅子を使って外出とかも難しいので、なかなかこう外の世界とのつながりっていうのは
難しい。でご家族もいないので孤立しがちだと言ってましたけれども、まあ、そのゲイとしてカミングアウトしたことで、あの近くでやってる LGBT のお祭りとかがあったら、あの施設のスタッフの人があの連れて行ってくれたり、あのボランティアであの毎週ピアノとかをあの弾きに来てくれる人がいて、でその中であの、ゲイの男性がいたりして、でそういう人たちとこうあの何らこう気兼ねなくお話できるのがすごく楽しいってあの言ってはります。あとそうですね、何人かいらっしゃるんですけど、年齢ちょっとわからないんですけど、だいぶ高齢の女性の方で、もう亡くなってしまったんですけど、あのなんか学校出てからずっとスーパーの精肉コーナーでずっとあの働いてたと、あのいつも自慢してたんですけど、私は休んだことがないと、あのもう病欠とかなしで、あの一生ずっと働いたと、すごくこう誇らしげにあのいつも言ってくれてました。で、毎日その精肉の仕事をあの頑張ってたんですけど、なんか高齢になって雇い止めにあってしまって、でなんか体も弱って、あの自分で生活するのが難しくなったので、まあ、ファジャハウスに来ることになったと。で、あの自分がその自分のセクシャリティとか、あのジェンダーアイデンティティのことをその方の口からはっきり聞いたことはなかったんですけど、あのファジャーハウスでやるその LGBT のお茶会とか、あのプライドパレードやってる時に一緒にテレビ見たりするんですけども、そういう時に必ずやってこられるんですね。でなんかそのビニールでできたレインボーの花飾りをいつもあの大切に持ってて、そういう LGBT のことがあるとその花飾りを欠かさずあの首にかけて、あのみんなとなんか楽しそうに、あのご自分が何だということもなく、あのカミングアウトすることもなく、あのでもその LGBT の集まりなんかすごく楽しそうにあの参加されてました。でもう亡くなってしまったんですけども、まあ、そういう方がいらしたり、あともう一人すごく覚えている人がいるのは、あの多分80歳代ぐらいの方だと思うんですけど、男性で、デンマークで生まれたって言ってました。で子供の頃にやっぱりあの先ほどの方と同じように家族と一緒にカナダに移民で来て、小柄な、なんか結構華奢なあの体つきで、あのどんな人生を歩んできた方なんだろうと思ったら、なんかトロントの劇場とかでずっとダンサーをして生計を立てていた方らしくって、写真とかあったら本当は見たかったんですけど、あのそういうふうにおっしゃってました。でもう車椅子生活になってしまって、ダンスもできないし、でずっと単身で暮らしてきたから身寄りもないしっていうようなことを、あのその LGBT の集まりに来られた時にポツポツとあの話していらして、でタバコがすごい好きな人で、あのいつも安いタバコを外であの吸ってて、で僕があの施設に来る時にあのその方がいらっしゃるので雑談したりしてたんですけども、なんかその雑談をするごとに、あのなんか人生あまり良いことはなかったけど、なんかそのダンサーとしてずっとやってこれたことはすごく良かったっていうようなことをおっしゃってたり、なんかあの LGBT の集いで昔の映画とかを見たりするんですけど、なんかそこでこうダンサーとかが出てくるとすごいこう反応してあの人はこういう人でみたいなこう話をしてくれたり、あのお元気にされてました。まあ、その方ももうあの今は3年ぐらい前に亡くなってしまったんですけど、まあ、そういう方もいらっしゃいました。あとそうですね、もう一人あの高齢の女性の方がいて、あのこの方もご自分の話はほとんどされなかったんですね。あの他のその LGBT の集いに来られる方ってなぜかあまり自分の生い立ちのこととかを話してくれないんですよね。あの他のレジデントの方ってあの自分ボランティアとして行ってて、あの共通の話題がなかなかないので、昔どの辺で暮らしてたんですかとか、昔のことをこう聞きながらこう話の
こう話題を見つけていくのがまあことが多いんですけど、なんか LGBT の集いに来られる方って昔のことをあんまり話してくれないんですよね。でちょっと生い立ちがわからない人がほとんどなんですけども、その今僕が思い出してる方は一見男の人かなっていう感じの刈り上げ の髪型で、でも名簿を見ると女性になってるんですね。僕らがやってる売店に車椅子でゆっくりやってきて、なんかたわいない話とかをよくしてる人なんですけど、なんかその人もLGBT の行事には必ず参加するんだけど、なんか自分のセクシャリティとかその自分のこうジェンダーアイデンティティのこととかはほとんど話題に出さないんですよね。なんかそういうの見てると、今私は50もう50歳になろうとしてる時期で、もうカナダにも12年ぐらい住んでますので、自分のジェンダーアイデンティティのこととかセクシャリティのこととかパートナーのこととか、まあ、話そうと思えば話せるだけのこう言葉も持ってるし、そういう話す機会も今は得てるんだけど、やっぱりその今70歳80歳としてになって生きてる人、彼らが若かった頃のことを考えてみると、さっきちょっとくどくどと説明しましたカナダの LGBT の歴史がありますけど、今70歳とかになった人って自分が20歳とか成人するまで同性愛行為が犯罪だったり、警察の摘発を受けたり、その新聞とかめくったらゲイであることがバレて自殺みたいな記事が載ってたり、もうすごいこう恐怖に包まれたような、まあ、幼少期をやっぱ暮らして来られてる方だと思うんです。やっぱりそういうことを考えると、自分が今カナダにいて、いろんなカナダの、まあ、法律の面でも社会的制度の面でもいろんなこう恩恵を受けて、まあ、それが当たり前だと思って暮らしてますけども、やっぱり私たちの上の世代の人たちにとって、僕たちが当たり前だと思ってる LGBT のその感じ、その LGBT が素晴らしい、 LGBT でよかったっていうようなことがなかなかこうどういうんでしょう、合点できないとか、そういう思いになかなかなれないじゃないかなっていうことをよく思います。 LGBT とのその集いみたいなのは、だからそういう意味ではすごく大切で、そういう場所があるっていうのはすごく貴重だと思うんですけど、でもやっぱりそういう集いとか、その LGBT のための施設運営みたいなのを考えるときに、今の私たちのその思ってる当たり前、私たちがいいと思っている LGBT のあり方についてのこう考え方とか知識をそのまま当てはめることはちょっとできないなという思いがあって、まあ、それでその国勢調査を振り返ったり歴史のことを勉強したりし始めたのは、実はそういうことがあるんですけども、そういうその居住者の人たちとこう一対一でやり取りをするこうするごとに、やっぱそういう思いをやっぱ強く持ちます。あと2人ぐらい紹介したい方がいるんですけど、どの方もやっぱりすごく思い出に残る方、印象深い人たちで、お一人は高齢の男性の方で、車椅子利用でご自分ではもう発話とかお話とかもちょっと難しいぐらいの、状態ですね。で意思疎通も目を動かすことで介助者が何らかの形で意思疎通を図る、僕ちょっとお話を直接することはできないんですけど、その方は実はパートナーの男性がいて、僕毎日行けないんですけど、その施設の方によると、そのパートナーの男性は毎日施設に通ってこられるらしいんです。で、別にその身の回りの世話とか職員がやるんですけど、そういうことももう率先して私がやるって言って、身の回りの世話をすごく献身的にされる、そのパートナーの方が
いらして、で2人でお話とかやっぱりできないので、一緒に、まあ、座ってらっしゃることが多いんですけど、なんかこうほんわかした雰囲気がこうハートマークで包まれたようなこう雰囲気がそこにできて、すごい僕はその方たちを見るのが好きだったんですけど、すごく覚えてるのはその方の使ってるベッドのそばにすごい大きな男性のヌードのポスターがバーンって貼ってあるんです。ちょっと芸術的な感じのポスターで、露骨な感じではないんですけど、なんかそのポスターがバーンって貼ってあって、その、入居者の方とパートナーの方がそこで一緒に座ってらっしゃる姿をよく見てたので、なんかそういう感じでその施設でいられるっていうのもすごくいいなと思って、でその方はもう3年ほど前にもう病気が進行して亡くなってしまったんですけど、でその後であったプライドパレードに献身的に介護していたパートナーの男性がお一人でプライドパレードに参加してくれたんですよ。でファジャーハウスのメンバーということで一緒に歩いてくれて、でその時にすごくその一緒に、ファジャーハウスで、まあ、最後の時期が過ごせたっていうのをすごく懐かしいとおっしゃってました。でもう一人ご紹介したい方がいて、でこの方60歳代のトランスの女性なんですけども、入居されてから、女性として、生きることを決められて、で施設のボランティアの方とかスタッフの人たちがすごく協力的に、じゃあいかにその車椅子で暮らしてらしたので、いかに女らしく暮らせるかということで、まあ、服を買ってきてもらったり、安いあまり高くないアクセサリーとかを頑張って見つけてもらって、すごいおしゃれをして楽しんでらしたんですけど、持病が、まあ、悪化してしまって、で病院に移された時にやっぱりその健康保険証では男性になっていたので、その女性として生きていたっていうことがうまく伝わらなくて、なんかそのたまたま病院訪問した施設のスタッフが、その人がもうひげぼうぼうになって、すごいかわいそうな姿になっているのを見つけて、一生懸命もうそのひげ剃りしたりお化粧したり、女性用のガウンとかを用意して、まあ、せめて最後女性として最後まで生きれるようにっていうのを、まあ、頑張ったんですけど、どうしてその病院でミスジェンダーされたのかっていうのを聞いてくれたらしいんですね。でそしたらその病院の人は、それと本人のもう病状がすごく悪くって、それどころではなかったっていうことを言ったらしいんです。でそれにそのうちのスタッフがすごい怒って、その、まあ、病院その本人の病状が悪いっていうのは分かるけど、それどころではなかったという問題なのかということをすごく訴えてくれたそうなんです。まあその方は亡くなってしまったので、もうそれどうしようもないんですけど、やっぱりその、まあ、そういうところにもそのトランスジェンダーとして生きる人たちの中で、そういう施設に入ってこられた方の場合、その、本人の意思をいかにその施設がこうとか病院とかがちゃんと尊重できるかっていうのは、やっぱりその施設とか病院の人たちのもう心構えにかかってるので、まあ、そういうその病院の運営指針とかにちゃんと入れてもらえるのが一番なんですけども、まあ、そういう、 こう手当てできるまではやっぱりそのこうトランスジェンダーとして生きている人たちの何を大切としているか、何を心のこう拠り所にしているかっていうのをやっぱりちゃんとこう理解してほしいし、そういうのをこう訴えていくのも、実はそのファジャーハウスでボランティアとしてやってる私たちの、まあ、責任でもあるというふうには思ってます。でまあ、そういう感じで、その私みたいに週一で通って会計の作業を手伝わせてもらうような感じでちょこちょこ行ってるボランティアさん
たち他にもいるんです、たくさんいるんですけど170人ぐらいいるらしいですね。まあ、それぞれ持ち場があって、ただその職員がやるレベルの仕事はやってはいけないということになってるので、あのニューヨークとかその排便とかあの解除はできないですね。だからもうできることといったら本当知れてて、訪問した時にあのちょっと暇そうにしてる人がいたらお元気ですかと声かけたり、まあ、その売店でお茶とか売ってアメジャンとか売ってもうたわいないあのお話したりする程度のことしかできないんですけど、いわゆるまあそのかき混ぜ役っていうんですかね、そのやっぱ施設の生活ってすごく単調になるし、外とのこうつながりが全然なくなってしまうので、あのそういう意味でその外の空気をちょっとこう持ち込むようなあの役あのでその職員でもない家族でもないっていう、まあ、そのある意味ちょっと中途半端なその外部の存在で、あのでもだからこそあのこうちょっと打ち明けられてくれるようなこともあったりするんですよね。こう職員さんがすごく忙しそうで困ってるとか、こういうことをしてほしいんだけどなかなか伝わらないとか、まあ、特に LGBT のこととかになるとすごくプライベートなことで話しにくいことなんかもボランティアさんだとポロッと言ってくれたりするんですね。だからそういうその、居住者の方たちのちょっと代弁者というんですかね、まあ、という役割を担うあのことも多いですね。あの居住者さんこういうふうに言ってましたよとか、あのこういうこと気づいたんですけどっていうことをボランティアが言っていけるようになっていて、でボランティアコーディネーターとか施設長の人たちもあのこうボランティアさんたちをあのそういう、 こう価値のある存在だと認めてくれているので、あの、まあ、やってること自体はあのこう世間話しに行ってるような感じなんですけど、まあ、実際その役割を使って、まあ、LGBT の人たちを含むそのこう居住者の人たちのためにちょっとできることっていうのが結構あるなというあの感じがします。で、こと LGBT ということで言うと、そういうそのまあ LGBT を自認している私のようなボランティアは、例えばそのわざとレインボーのこうバッジをつけたり T シャツを着たりしてあの行くんですね。で別に お茶会とかやる時もあって、あのその時はもうあのレインボー一色で飾り付けしたりするので分かりやすい感じになるんですけど、あのそうでない日常の時にもさりげなくそういうその LGBT の その要素を どこかに入れるっていう工夫を割と LGBT のボランティアさんはしてるなっていう、別にそういうふうにこうと 決めてやろうねって言ってるわけじゃないんですけど、なんとなくそういうこう雰囲気があって、まあ、そういうふうにしてるとなの絶え間ない会話の中でちょっとだけこう昔話をしてくれる中に、あ昔付き合ってた人がいるんだとか、あ今ひょっとしてあの好きな人がいるとか、なんかそういうこうあのことがポロポロと出てくるんですね。だからそういうその役割を担えるっていう意味でもボランティアはすごく重要というか、ボランティアのやりがいのあるあの部分だなとは思います。で、そうやってこうファジャーハウスのようなところであのボランティアをしてきて、まあ、いくつか気づいたことというかあの見えてきたことがあるなと思っていて、一つはやっぱりその、ファジャーハウスという場所はあの年齢高齢の人が多いし、病気を持ってる人が多いし、あのいろんな障害をあの抱えさせられている人も多いので、その、自分のこう自由にならないことがすごく多いあの人たちが多くて、あのもう本当にここがなかったらあの路上生活だよねっていう、あの私は一切そういうことは口には出しませんが、あの皆さんの境遇とかあのこういらっしゃる様子とかを見る、やっぱり見るともう本当にそう思うんですよね。そのファジャーハウスがなかったらこの人たちどうするんだろうっていう人たちが、まあ、あの集まって住んでる場所で、日本の一律特養とかどうなのかな、もうちょっと日本はやっぱりその家族の役割っていうのはすごく期待される部分があるので、まあ、入所その施設に入っていてもひょっとしたらその
何らかその家族がいるだろうという前提がこうあったりですね、あのこう家族にあの頼りなさいというようなことをこう言われたりですね、なんかそういうこう期待がこうふわふわと浮かんでるんじゃないかと思うんですけど、あのカナダの場合はそのこうそういうその自立が難しくなった人たちを家族があの見取らなければいけないっていう考えがあんまり強くないんですね。あの例えば私が病気とかになって高齢になってあの自立生活が難しくなった時に、まあ、たとえ家族がいたとしても家族をのケアを期待することであのじゃ あの入所しなくても大丈夫ですってっていうことにはならないんですね。もう自分があの自分で生活できないとなったら、生活保護を受けたりあのいろんな手当を受けたりして、まあ、様々な種類の施設にあの、まあ、頼ることができるっていう意味で、本当にそこファジャーハウスにいる人たちにとってそこがもう対の住処だというあのいうような現実としてあのみんな分かっていることだと思うんですね。なのでそういう人たちをその例えば高齢者とか LGBT とかその移民とかいうそのこうカテゴリーでくくることの難しさっていうのがやっぱりあって、ケアを考えるときにそのカテゴリーで考えた方がやっぱりいろいろこう整理できて合理的だっていうのは分かるんですけど、やっぱりその入居者の一人一人にすごいいろんなこのユニークな人生があって、あの LGBT のことについてもすごくこうオープンに話したい人もいれば、こう心に秘めておきたい人もやっぱりいたりして、でそういうそのいろんなユニークな人生がある中で、あのいろんな逆境を生き抜いてきてる人たちがそこにいるっていう現実が あるので、やっぱりそのこう一人一人の人生を 何らかの形でこうリスペクトできるようなあの施設運営っていうのを多分ファジャーハウスの人たちもすごく心を砕いてやってると思うし、あのボランティアさんも何故かそれをこう自然にそういうレクチャーを受けるわけでもないんですけど、あの何故か自然にそういうとこ、まあ、メッセージをどこかから受け取って、あのそういうことをに心をあの砕いていると思います。であの施設は受け入れる側として、その居住者の例えば性的指向とか性的自認とかもちろん尋ねるわけにはいかないんですね。あなたあのレズビアンですかとかこう言う聞くわけにもいかないし、性別はあのその身分証明書の上の性別はあの記録事項としてあの載せるんですけども、あのそのこともあのケアの中ではすごくこう あまりこうそれでこう男女をバーンと分けたりっていうことを見ないので、あの、まあ、そういうそのプライバシーを守ったり差別を防止するようなあの配慮の中で、じゃあ施設250人いてあの LGBT の人何人いるかなんてやっぱり分からないわけですよね。で そこをはっきりさせることがあの大切なのではなくって、やっぱりその250人いる一人一人の中でその異性愛でない、もしくはあの生まれた性別のまま生きることにちょっと疑問を持ってる人たちがいるわけですよね。絶対いるわけですよ。でそういう人たちをもっとやんわりとこう応援できるようにあのボランティアもしていきたいし、あのやっぱりそういうことを理解をスタッフの人たちにも持ってほしいというあの願いを持っています。今度あのボランティアで集まって LGBT より LGBT フレンドリーにするにはどうしたらいいかっていう話し合いを持つことになってるんですけど、あのその話し合いを持つきっかけになったことが一つあって、2年ぐらい前までですかね、あのその施設の中にあのいろんなこう担当者があの職員がいて、施設の中であのにチャペルがあるんですね。でこれ面白いなと思うんですけど、この高齢者の人にとって、宗教というのは特定の宗教というよりもこう精神的なあの部分をケアする活動という意味でこうチャペルのような場所が設けられてるんですね。
で、そこに、仏教系の人、ユダヤ系の人、キリスト教の、系のボランティアさんが来て、あの礼拝のようなこう、まあ、会を設けてくれるんです。で、そのコーディネートをする役割をしていたあのスピリチュアルコーディネーターという名前なんです。スピリチュアルというのは結局その個々の宗教の上のレベルですね。もっとその聖と個々の宗教をつなぐ精神的なレベルの、 あの活動をコーディネートする職員さんが、あのゲイ、自分がゲイであることを公表していらした方 で、その方の役割として、あの先ちょっと言ってましたが、その居住者のお一人一人にお話を聞いて、で、ニーズを汲み取るようなあの仕事をされてたんですね。でその方があの自分がゲイだということを公表されていたので、こう仕事の一環としてお話を伺う中で、自然にその、皆さんのセクシャリティの話とか、ジェンダーの話が出てきたと。で、そういうお話が出てきた時に、あ、じゃ あ、 あの一人で寂しいんだったら、この LGBT のお茶会があるから行ってみないかいっていうようなこう声掛けができたり、あとそういう人たちが、その自分たちが、自分が LGBT だと言っている居住者がいる中で、あのこういうプログラムが必要なんじゃないかとか、そういう、 こう提案をできるあの人がいたんですね。でその人が定年退職で、辞めてしまって、でその、後継者があのちょっとかなり違う感じの人が来られて、の LGBT の人ではなかったんですね。で別にその職業としてそのポジションが LGBT の人であるっていう風にはなっていないので、別にどんな人が次に来るかっていうのは分からなかったんですけど、次に来られた方が LGBT の方でなかった、亡くなったということをこう契機に、その施設の中で私は LGBT かもというようなこうメッセージを出してくれる居住者の方がちょっと減ってきたんですね。で3年ぐらい前までは LGBT のお茶会とかやると20人ぐらい集まってたんじゃないですか。であの250人の収容の施設の中で20人集まるあのお茶会って結構目立つので、あ、ファジャーハウスやっぱり活発にやってるなっていう印象があったんですけど、最近やっぱりそれが10人になり8人になりってこうその数が減っていってるんですね。で今の先ちょっとあの思い出に残っている方たちを紹介した中で、あの LGBT かなっていう方もたくさんいたと思うんですけど、まあ、そういう方たちが亡くなったりして、じゃ あ、 あのどんどんあのその新しい入居者の方が入ってきてるんですけども、その方たちにその LGBT の人が含まれている可能性は大いにあるわけですよね。でじゃ あ、 あのでもそういう方たちが、その LGBT のお茶会になぜ来ないんだろう、でそれ以前にそういう方たちはあのセクシュアリティについてどういう思いを持ってらっしゃるんだろうとか、そういうそのこちらからのこう手を差し伸べる機会がすごくやっぱり失われてしまったのではないかということがあって、まあその方が辞めたことをきっかけにして、あの施設内で LGBT をこう公表して暮らす方がすごく減ったので、なんかそこに関連があるんじゃないかっていうことをあのボランティアがすごくこう気づき始めてるんですね。で、まあ、それで話し合いを持つんですけども、でそこでまあ至ったその 結論というか、まあ、それで次その話し合いをしようと言っているのが、あのもうそういうイベントをやってるだけではなくって、やっぱりその親密な感じであの居住者の方とお話ができるあの役割を、その一人職員がそういう人がいるっていうのはすごく大きな価値があるっていうことが分かったし、そういう人たちだけではなくって、ボランティアの中でもあのそういうあの役割ができるあの人たちをやっぱり見つけていかないといけないよねっていうあのところに話が至っています。あのこれは本当に意外だったんですけど、この今回皆さんが集まってらっしゃるあの大会の名前があのセクシュアルマイノリティと
医療福祉教育を考える全国大会ってなってるじゃないですか。で、なんでその話をしてるかというと、私その LGBT という考えで見方で世の中を見る機会はたくさんあったんですけど、セクシャルマイノリティっていう言葉を あんまり考えたことがなかったんですね。で、ファジャーハウスのようなところに行って、実際にそこに暮らしてらっしゃる方の中に、LGBT の方がいらっしゃると。でそういう方たち その生き様とか、置かれてる状況っていうのを見ると、やっぱり私たちがその、LGBT 人として置かれてる状況が必ずしも満足できるものではないんだなということが、その居住者との触れ合いからすごく感じられてくるんです。どういうことかというと、私もゲイだし相手もゲイっていう意味では一緒なんです。でも私は、このゲイであることをもう完全に受け入れて、それをまあ享受しているわけですよね。で、片や90歳になる男性、ずっとカナダで生きてこられた方は、さまざまな人生の中での その苦労のせいでとか、そのまあ歴史的なその暴力ですねとか差別のせいで、自分がゲイであるということをやっぱりなかなか認められずにここまで来られているっていうことは、その今私たちが LGBT と言いながら、そのこうキラキラしたこう未来を想像しているんですが、そのキラキラした未来を想像している陰に、やっぱりそのキラキラした未来に置いていかれている人たちが絶対いるだろうと。例えば日本でもいろんな 法的な制度が整って、 LGBT として生きやすい世の中にどんどんなっていくと思うんです。でもその中にやっぱりその動きにこうどんどん置いていかれる LGBT の人たちがいるっていうのをすごく強く認識しました。だからそのうまくいっている LGBT の人たちを応援することはすごく大事なんだけど、そこに置いていかれる人がいるでしょうと。でその人たちをどう支えていくかっていうのは、本当にその LGBT としてうまくいっている人たちでなければできない仕事だと思うので、やっぱりそういうその責任感というものをすごく感じるようになったし、まあ、だからこそそのボラン今若く比較的若いボランティアが集まって、ファジャーハウスという場所を使ってこうその施設を良くする努力を しながら、実は自分のためにもそれがなっているということですよね。その自分がそういう境遇に置かれるかもしれないし、そういう境遇に置かれた場合に少しでもLGBT であるから苦労をしなくてもいいように、少しでも状況をよくできる手立てができるっていうのは、もう私たち の今の世代のやっぱり責任だと思うんで、まあ、そういうことを実感できたというのはすごくかけがえのない体験だし、まあ、そういうことを考えこう一緒に考える仲間ができたり、そういうことを考える材料を提供してくれる場所があるっていうのは、やっぱりすごくこう私個人にとっても貴重だし、やっぱりその LGBT コミュニティっていうつながりを考えた上でもすごく貴重だなと思います。ありがとうございます。なんかカメラ越しでお話もなかなか通じにくかったと思うんですけど、またご質問などあればお願いします。はい。